はい、坂翔です。今日はね、東方怪獣コレクションディアゴスティーのやつ、今まで2本出してるんですけど、今回はね第3号ということで、3本目の動画になります。一応ね、発売は明日になるんで、このね、動画ちょっと1日前に出るっていうことで、ね、毎回説明してるんですけど、去年ね、福島だとか群馬とかで最初にね、先行発売してたんで、それをね、買ってたんで、でも開けてなかったんでっていうことでね、今動画出すんですけど、で今回はね、キングギドラですね。はい、先週はね、メカゴジラとキングギドラだったんですけど、キングギドラのパーツがちょっと入ってて、今回パーツで揃うみたいな感じですね。はい、でちょっとね、早速箱を見ていきます。こんな感じで。キングギドラ、1964年のキングギドラですね。で、後ろはね、いつもと一緒っすよ。はい。来週っていうか次はガイガン。で、次がシンゴジーとかですね。ちょっと見ていきます。中はね、サラサラなんですけど、ね、こんな感じで。地球最大の決戦の時のキングギドラですね。ちなみにね、とりあえずね、この、中はゴジラのポスターみたいのと、ね、こんな感じで。この辺はね、本屋さんで買う前にも見えるんでね。あれですけど。こんな感じで。説明が載ってます。いつも通りね。ここは買ってからよく見てもいただくっていう感じがいいと思います。ね。こんな感じで載ってます。今回のキングギドラの原型の制作された造形師の方のことが載ってますね。はい、グッズコレクションとかね。いいなこれ。こんな感じですね。で今回のキングギドラは今回はね、羽と足と尻尾がついてますね。あと接着剤でこんな感じですね。で早速ね、組み立てていきたいんですけど、一回ここから取り出しますね。これシールを剥がしたのさ。ちょっとね、接着剤ってなるとちょっとね、不器用また発生するんでね、不器用でそれ雑じゃないかみたいな、ね、ことを言われたりするんですけど、これね。で先週ちらっとお見せしたこのね、2号の方に入ってますよね。ちょっと先週はメカゴジラだけ撮ったんですけど、これ、こんな感じで今回はこうっすね。こういう感じで、じゃあまず出しちゃいますね。先週号のやつから、これは胴体重みありますよ。あと硬い。作品とかのあれじゃないですね。素材何なんだろう。ポリかな、ポリ。で、首がね、3つ。ね。はい。あって、これあれだよ。首、どの位置がどれとかあるかな、やっぱ。どの位置がどれとかあるな。それ間違えて終わるな。どれがどれみたいな。首ね。1、2、3書いてんな。一緒これ。なんか違う気がする。違うわ。ここの形で分かりますから、間違えることはないと思います。このね、はめ込む形で、これはめ込みんとこはあれだな、特に接着剤いらないんで、まずちょっとここからやってみます。はい。
じゃあちょっとやってみます。このはめ込みの形があるんで間違えることはないと思います。ただうまかりすぎなっていうね。あ、これだ。入ります。入った。一つ目入りました。で、真ん中かな。これ?これ、真ん中。いい。もう全部はめ込みタイプにしてほしかったですね。接着剤だと、ちょっとね、なんかやだなっていう。失敗そうだなっていう雰囲気があるんで。あとなんかベチャって出たりしそうじゃないですか。で、まずこれ、2号の部分はできました、これ。で、首3本つけて。結構いいっすね。リアルですよ。リアルですね。普通のソフリのキングギターもあるんですけど、まあ、ちょっと後でお見せするんですけど、ね。まあ、こんな感じで。2号。じゃあ、3号いきますね。これ。これ今回の。ちょっとね、また、あ、もうなんか、接着のとこがもう綺麗でくれるんで。接着系だよなぁ。多分次のね、あ、次の次か。次はガイガンなんで、ガイガン。シンゴジラの時もね、もしかしたらあるんかなぁ。これ。接着系が。よいしょ。出しちゃいますけど。でかい。よし。羽と、足と、尻尾二つっす。接着使うところがどこなんだろうっていうので、三号の方どこ行ったっけ、俺。接着使うところはどこだっけ。する場合はだから別につけなくてもいいかもしれないですね、これ。ちょっと一回つけないでやってみて、外れそうだったらつけます。ちょっと一旦つけてみます。うん。足ね、まず足つけます。足に関しては、結構、がっつり入っていくんで、ね、接着はいらないですね。大丈夫です。羽だな、問題は。あ、羽もね、別に、剥がれそうな雰囲気ないですね。本当にね、ピチッと止めたいって、あ、でも本当に全然、あります。止めたいって方は接着剤つけてくださいっていう感じですね。自分はいいかな、これ。あ、尻尾はどうですかね。尻尾もね、一応二つで、この穴が違うんで、ね。間違えることはないですね。あ、大丈夫だ。寝ずに。痛い。硬い。あ、大丈夫ですね。尻尾もしっかりはまるんで。まあ、足はちょっと、あれかなと思うんですけど。な、もう、あ、全然大丈夫ですね。できました。はい。あ、大丈夫ですね。ちょっと緩いですけど、別に、そこまで気になる感じではないかも。でも本当にね、接着でギュッてやったのが、この足に関しては、ちゃんと固定されると思うんですけど、まあ、でも、まあ、普通にはまってくれるんで、ね、接着剤でこうなんかビチャって出ちゃって、この辺になんか出ちゃうとか、そういうのが嫌な方だったり、まあね、後々、ちょっと一回解体して置いとくとかいう人がいればね、別につけなくてもいいんじゃないかなと思いました。はい。まあ、こんな感じです。で、ちなみにね、このキングギドラのソフビもあるんで、ちょっとそれも、一緒にお見せしようと思います。あ、これ
違うな。64の、すいません。1990のキングギドラでしたね。これちなみに一応見せておきます。こんな感じでね。これ平成でしたね。すいません。こんな感じで、まあ、平成なんですけど、一応見たとき、メカゴジモ、メカキングドラ、こんな感じね。はい。という感じです。で、今回はね、こんな感じですね。でね、ここまで見てくださいまして、ありがとうございます。でね、この後このキングギドラ、アップしてお見せするん で、そちらもご覧いただければと思います。ほんで、先週、ちょっと動画で喋ったんですけど、これ出すのが11だから、土曜日の動画ですね。ちょっと喋ったんですけど、ゴジラのね、映画のイベントが、池袋であるんですよ。ね、それね、確かね、29日に、1960年、キングギドラの話だったと思うんですよね。この映画が、確かね、ちょっと今一応テロップ出しておきますけど、池袋で金曜日にやるんですよ、29日で。もしね、その時に、まあ、一応今回のね、マイナスワンゴジラの、山崎監督が特集して、まあ、そこでなんかゴジラのグッズが、なんか入場特典がもらえるらしいんで、ね、お好きな方は行ってみたらいいと思います。29日じゃなくて15日はね、初代ゴジラがやるんで、ちなみにね、自分はそれに行くんで、まあ、その時にまたその動画の、話していいって動画ダメだってなればやめ、話さないんですけど、もし何も言われなかったら、ちょっと、話すって言ってもグッズの紹介ぐらいなんですけど、しようかなと思っています。はい。そんな感じですね。はい。それじゃあね、次はアップご覧ください。失礼いたします。